Hello everyone, this is Hannah today. Welcome to Arena Down. ライオンズファンの皆さん、そしてバファローズファンの皆さん、ようこそ。今度目、ライオンズスタジオの DJ ユースケです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日からは交流戦前最後のカードとなる3連戦ですが、ライオンズコレクションとしていろいろなイベントや演出がありますので、ぜひ楽しんでいってください。それではまず今日の B1 注目プレイヤーを見ていきましょう。まずは先発予定の高橋光成投手。今シーズンバファローズ戦は初先発となりますが、プロ入り通算の対戦成績は27試合に投げて14勝8敗、防御率 2.90 と強力バファローズ打線に対して大きく勝ち越しています。あとアウト1つのは1000投球回達成と節目の記録がかかったゲーム。立ち上がりから力でねじ伏せるピッチングに注目していきましょう。そして野手からは平沼翔太選手。4試合連続スタメン出場で得点圏打率は10打数6安打6割とチームトップの勝負強さ。チャンスに強い平沼選手の前にランナーをどれだけ出せるかが得点のキーとなります。チームを勝利に近くバッティングに期待して大谷選手を取っていきましょう。そして今日の練習前にライオンズフェスティバルで2024ユニフォームのメディアの手配の会が行われました。そちらの様子ご覧ください。佐藤隆成選手、そして古賀優子選手が登場したライオンズフェスティバル2024のユニフォーム発表会。今年はファンドグループの授業。このファンドグループの方は埼玉の金沢出身のクリエイティブディレクター相沢智介さんがデザイン。コンセプトは獅子たちが夏の月夜に敵を狩るということで、夏の月を表現したメニューに前面には体温が忙しく超えている様子をデザインしています。そして全身には獅子の爪痕をイメージしたストライプが入っています。こちらのライオンズフェスティバルズ2024は8月2日から開催。ホーム15試合、ビジター12試合、ユニフォームの配布やチケットオプションでユニフォームをゲットすることの可能なチケットのファンクラブ先々号抽選は5月31日スタートです。また期間限定ユニフォーム、ハンドブルユニフォームの販売は今日からスタートとなります。そしてレプリカユニフォームとオーセンティックのアイテムはライオンズのオンラインにて予約、そして受注販売がスタートしております。そして今特別に、はい、ご覧いただきますように、外崎選手のユニフォームをお借りしてきました。ネイビーが白くて、またこのストライプがいい感じに入っているのをお借りいただけるでしょうか。はい、ぜひ皆さんもプレゼントしていろんな動画を盛り上げていただければと思います。そして今日はコードギアスのコラボレーターということでスペシャルゲストにお越しいただいています。それでは歌のユニット紹介をよろしくお願いします。はい、私の役割は本日のコードギアスコラボライターゲストの声優大橋彩香さんが来てくださっています。はい、皆さんこんにちは、大橋彩香です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、大橋さんはゲームコードギアス反撃の復讐ロストストーリーズの女性主人公、アーニャーに戦略を務めていらっしゃいます。はい、作品のお話は後ほどお伺いするといたしまして、まずは大橋さん、ベルーナドームの感想をと思ったんですが、実は何度も来てくださってるんですよね。そうですね。